どうもこんにちは。1966年、相方の坂上二郎さんと結成したコント55号が絶大な人気を得て、60年代後半のテレビを席巻。70年、80年代以降は冠レギュラー番組を複数抱え、視聴率 100% 男の異名まで持っていた萩本欽一さん。芸能界でも先輩後輩問わず欽ちゃんの愛称で呼ばれ、日本人なら誰もが知っている全日本仮装大賞といえば欽ちゃんは、どの家族でも鉄板なのではないでしょうか。その仮装大賞が先日3年ぶりに復活、99回目の放送となり話題となりましたね。98回目放送以降、次の放送がいつなのか、もしくはこのまま番組自体終わってしまうのではないか、萩本さんの体調面もあり不安の声が多く、今回の放送は涙というワードがどこを見てもついて回っていた印象です。今回はそんな萩本さんの驚きの復帰理由、そして仮装大賞100回記念の放送についてや引退などの情報をまとめてみました。最後までご視聴よろしくお願いします。なんでそうなるのなどのギャグや、欽ちゃん走りと言われる独特の走り方、さらに素人っぽさを残す才能を開花させたり、番組でユニットを作り曲を出すなど、現在のバラエティの基本を開発した、まさにバラエティの基盤を作り、お笑い界の革命児として一世を風靡した欽ちゃん。演技のボケは難しいから素人を連れてくる方が簡単という名言を残したり、どっちらけ万歳なしよなど語り継がれるギャグも多いですね。後に普通に使われるようになった受ける、やや受け、バカ受けという言葉も、最初は欽ちゃんのドンと言ってみようから広まったとされ、芸人言葉を一般に広めた張本人でもあります。また天然ボケ、天然を初めて使ったのも萩本さんだと言われています。志村けんさんのじゃんけんの最初の掛け声を作ったという逸話は有名な話ですが、それと同等の逸話が萩本さんにもたくさんあったんです。そんな萩本さんの原点を見てみると、極貧の生活を抜け出したく、映画で面白い人が面白いことをしてお金をもらっている姿を見たことがきっかけで芸能界入りを決意、まさにこの決意を体現したかのような人物になられましたね。そして先日3年ぶりに仮装大賞が復活しました。ゼロから一つの作品を作り上げて披露する視聴者参加型の番組として1979年にスタートし、なんと今回99回目を数えるご長寿番組です。そして萩本さんが今回復活を決めた理由が話題になっていたのでご紹介します。思わず胸が熱くなった。収録の冒頭、前説でお客さんと馴染んできてくださいと勧められ、ステージに立った欽ちゃん、割れんばかりの拍手と歓声に、あれだけの拍手をもらえるなんて、長い間お客さんの前に出てきたけどあんなに大きかったのは初めてと喜びをかみしめられたそうです。誰もが待ちわびた3年ぶりの仮装大賞復活、もちろん客席から欽ちゃんありがとうの声が飛び、ハンカチで涙を拭う人の姿もあったそうです。あそこで喋ったら詰まっちゃいそうで喋れなかったね、もう泣かすなよって頭の中では、笑いの番組をやりに来たんだからこれに乗っちゃダメ、こらえなきゃって、どういうシャレを言おうか、ちょっと乱暴なツッコミも考えていたけど、めちゃくちゃで客席を見ていられなかったよ。こんなにたくさんの仮装の恋人たち、今日は恋人みたいなんだもん、来てよかった。慎吾に番組を置いて去ったつもりだったの。そしたら慎吾がね、突然一人でやってきて、僕大将がやらないならやらないからねって、だから来たと。時は少し遡り、21年2月、萩本さんは同番組の中で突然勇退を宣言。今回で私この番組終わりね、長い間ありがとう。周囲の喧騒をよそに、その意志は固いものでした。体力的に無理だったの。日本テレビに相談するのもなんだなと思って会場でぶちまけちゃった。
それからは日本テレビのプロデューサーが定期的に訪ねてきて、その都度出演を打診されたものの、首を縦に振らなかった萩本さん。だが2年半近くが過ぎた昨春、萩本さんに心境の変化があったそうです。会うと気分でやりますと言っちゃうから、初めは社長に断ってくれと伝えたの。ただ82歳のタレントに3、4年がかりで出てくださいってさ、こんなにありがたい言葉はないじゃない。僕は幸せ者です、ありがとうございますって直接お礼だけ言うことにしたの。しかし結果的に折れてしまったのが萩本さんでした。そんな萩本さんの復活した姿を見に集まったファンやタレントたちで埋まった収録の会場では、コンテスト参加者や審査員からも萩本さんへの愛のある言葉が飛び交い、終始温かい空気に包まれていた様子でした。その雰囲気は視聴者にも伝わっていたようで、様々なコメントが上がりました。金ちゃん、お帰りなさい。ずっとずっと待ってました。帰ってきてくれてありがとう。幼い頃から好きな番組、父と母と見ていた記憶が残っている。その番組を今、妻や息子と見られる幸せ。金ちゃん、ありがとう。番組が始まってしまえば、いつものシンゴちゃんと金ちゃん、ブランクを感じさせないトークも圧巻でした。そんな空気の中で番組の終盤、香取さんが次回100回大会の出演者募集告知を突如読み上げました。これには本当に胸が熱くなりましたね。シンゴちゃんナイスって思ってしまいました。しかし萩本さんは香取さんから徐々に距離を取り、すかさず香取さんが萩本さんに詰め寄り、次回の出場者を募集しましたからと、次回も出演するよう圧をかけると、どいてんのにと苦笑いした萩本さん、香取さん、そして番組スタッフの愛を一番感じれた瞬間だったと思います。香取さんとは2002年から一緒に司会を務めてきた仲ですしね。もちろん今回の復活の裏にも香取さんの大将がやらないなら僕やらないとの言葉があったからと、萩本さんご本人が語っていらっしゃったように、久しぶりのコンビに本当のこと言うと、慎吾は俺のアドリブ中絶対前に出なかった、今日は本気で喋っているの、こんなにも面白い慎吾を初めて見たよ、可愛くて大好きなんだと秘めていた思いを突如告白。これには涙が止まりませんでした。次回は節目の100回を数えます。慎吾が100回目は盛大にドームでやるって言うんだよと苦笑い。先のことは何も決まっていないが、収録から1ヶ月半以上経った今なお、ステージに戻った時の光景が脳裏から離れません。帰ってきてよかったのかもしれないなって、幸せなひとときでしたね。あれだけの拍手をもらったら、もうやめるなんて言わねえよ、そう言い残された萩本さん。必ず100回目も放送を期待しています。2022年7月に脳梗塞を発症し入院されていますし、以前よりお痩せになった印象もありましたが、肌の色も健康的で、何より受け答えもしっかりされていた印象です。心配されていた体調の面でも少し安心ができた方も多いのではないでしょうか。もちろん健康第一ではありますが、100回記念で満点を狙う新しいスターが今回の99回放送で産声を上げた可能性も十分にありますよね。その新たなスターのためにも健康第一でご活躍をしていただきたいと思います。もしよければあなたの金ちゃんの思い出をコメントで教えていただけませんか。ご覧いただきありがとうございました。まだの人は登録と高評価をお忘れなく。またこのお時間でお会いしましょう。それでは。